市長室は松本清張の短編小説。別冊小説新潮1956年10月号に掲載、同年10月に短編集、顔収録の一編として、講段社ロマンブックスより刊行された。1959年2012年にテレビドラマ化されている。九州のある小さな市の市長、田山与太郎は、市会議員と秘書を連れ、 陳情で上京したが、明日は地元に帰るという前の晩、議員たちを深刻劇へと招待した。ところが、二幕目が開き寄せへ戻った市長は、しきりと考える風を見せ、ホテルへ戻るや、いなや、急な要件で島川温泉へ行くと言い出し、議員と秘書を地元に返してしまう。それから3.24日過ぎても市長は帰ってこなかった。地元氏が騒ぎかけた時、 田山市長の転落死体が、島川温泉で発見された。醤油やお糸なむ若き市会議員、笠木は、市長の奇妙な行動の裏に疑問を抱き、調査を始める。1959年1月28日、日本テレビ系列のスリラー劇場、夜のプリズム第2回として放映。松本清長没後20年特別企画、市長死す。二千十二年四月三日。 フジテレビ系列にて放映。平均視聴率は14.0%。舞台は放送時と同じく2010年代とされ、主人公の笠木が、田山の老いで花屋経営だったり、田山が死ぬ前に行ったのは感激ではなく、視察を兼ねたクラシックコンサートだったりと、設定にいくつかの変更がある。ありがとうございます。